れか、おのつと手ぶれ切ったりするのかな、実は。そんなわけないか。もうあるんちゃう。あかん、心なしか収入負けてんなっていう劣等感がえぐい。悲しい。いや、この辺はやっぱりね、憧れんのよ。住んでみたかった、生きてみたかったっていか。塩道ええやん。ええ、おいしそうやな。なんか一人一個ぐらい食いたなってきたやな。めっちゃシネマティックに詰めんけど、すごいな、あれぼかしが不自然やけど、すごいな。上のクリームケチってない感じ。クリームやっぱ本物やろ。メンズ婦人服どっちもか。なんか仕立て屋さんみたいな感じするな。ライブしてる人みたいな。うん、本当におしゃれ。あ、日本人や。日本人や、日本が。
意外とこんなんがコーナーやしな、使いやすそう。なんかやっぱな、手でかざすタイプ欲しいけどな、勝手に開くやつ。まあ年バレんの嫌やもん。いや、手だけはね。手だけは。これもさ、なんでこんなにハンド美容液ってさ、ベラボンやん。めっちゃ手のシワに困ってる人が多いからでしょ。あ、でも匂い違うわ。さっきつけた。だってここにほらこういうのがあるから、みんなこういう意思が要所要所に置いてあったんじゃん。だここはここっちゃ。ここはアールグレーってこっちゃ。縦。ここがホワイトテープ。そうそうそう。
本当箸置きを使わない我が家がついに。カブト大根箸置き、でもおもろいな、かわいい、うん、それわさこれめっちゃ箸置きにくそうやこれあるだけでかわいいそうやな。いやこれいくらだな意外と。おお子玉、うん、子玉じゃない、これ味噌酢やろ、これね、うん、意外と味噌酢じゃんこの感じ。これ金色確かに誘うな、口濃いよ、いいね、あ一式持ってるけど、うん、持ってるけどなんか金もいいな。スムージーです。もう少々待っていただいても大丈夫です。すごい。ここからお下げしても大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。すごいな。何が乗ってんの？何が乗ってんの？どんな味がするのやらみたいな。おお、でもなんか。出てきてるで、わすごい。最悪だ。じわじわ出だした。じわじわ。すごい美味しそうでも。マカノーですね。甘い。うん。甘い。甘い。うん。砂糖。うん、でもお酒の味がしても美味しい。大人の味やった。うん。